神山さん、お願いがあるんです。演技の稽古に付き合ってもらえませんか？俺にかい？アナスタシアに頼んだ方がいいんじゃないか？今回は神山さんの方がいいんです。お願いできますか？お安いご用さ。俺でよければいくらでも付き合うよ。ありがとうございます。本当に助かります。それじゃあ早速私の部屋に行きましょう。よし、脚本は覚えたぞ。ここの幼馴染に告白する場面を演じればいいんだね。はい、よろしくお願いします。それでは始めますね。どうしたの？何の用？私忙しいんだけど。そんなの知ったことかよ。お前に聞いてもらいたいことがあるんだ。で、ここでお前のことが好きだと言いながら壁に手をつくんだったよな。どれぐらいの力を込めてやればいいんだろう。次の展開から考えると多分。お前のことが好きだ！本気で言ってるの？はあ、こんな強引な告白普通失敗するわよ。全然考えなしなんだから。でもまあ、私はちょっと好きかも。さくらの雰囲気がいつもと違うな。演技だろうけど、これはこれで可愛いな。これでおしまいです。神山さん、ありがとうございました。どういたしまして。それよりさくら、顔が赤いぞ。そんなこと ありますね。稽古している最中は大丈夫だったんですけど、ね、終わったら急に恥ずかしくなってきて。そんな表情で言われたら、なんだか俺も顔が熱くなってきたぞ。こいつだ。これを見てくれ。見てくれと言われて。
何の装置なんだこれは。こいつは擬似的に戦闘を再現する装置だ。無限に乗り込んで実戦のような戦闘体験ができる。そうだな、戦ちゃんとでも呼んでくれ。戦ちゃんね。戦闘体験とかまたうさんくさい装置だな。お前全然信じてないだろ。よし分かった、試してもらおうじゃねえか。仕方ないな。さて起動したぞ。それで何ができるんだ。これまでにお前が体験した戦闘情報がある。そいつを使ってみろ。戦闘情報ね、とりあえずやってみるか。よし、始めるぞ。悪い奴には死にはつけひめ。